イギリスのウィリアム・ブースがですね、始めた、だから軍隊組織なんですよね、キリスト教の、そういうグループです。福音派ですけど、我々と違うのは、洗礼式をしない、入隊式を洗礼式の会員にするというね、そういうことで、そこのところは、普通の,あの福音派とは違います異端ではないんですね。 あの福音派のグループですよね。そしてえっ、ー、と山野ゴンペはねえっ、ー、と旧正軍の社会鍋屋なんかでも有名になっていますけどもえっ、ー、とまあ久保田君の言うところえっ、ー、とこの間ノアの時はな七十パーセント良かったって言ってましたけど <laughs> まああの見てる限りねすごく福音的に見えるということですよね。それでえっ、ー、と来週の 金曜日からからな、ねはいえー、っと10月の2時1日から吹雪で、新宿の武蔵野間で吹雪なのでですね、どうぞ、あのーまあ、行ける方は行ってみてください。それで1分動画が出てますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 皆さんこんにちは今日のテーマはロシアがイスラエルを攻めるときですエゼキエル書38章に「ごくゴクがイスラエルを攻める」という予言が書かれていますごくゴ,ゴクとは北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表しますまたペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとありますペルシャは今のイランクシュはエチオピアプテは リビアのことでロシアはイラン、エチオピア、リビアその他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのですロシアがイスラエルを攻める時期についてエゼキエル書38章8節を見ていきましょうこの予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みます その予告通り AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされイスラエルは廃墟となりますが20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきますそしてイスラエル国として1948年に独立しましたさて彼らはみんな安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示していますこれは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます 中東和平は観覧時代の初めに締結されますからこの戦争は観覧時代に起こることがわかります目白く六章八節第四の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますがこれがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを見していると思われますイスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなくロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます核兵器も使われると思われ 凄まじい数の死者が出るでしょうロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われますさらに38章4節を見ると自分から積極的に出ていくというのではなく経済的に追い詰められ出ざるをえない状況となり攻めるようになるのでしょうしかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします 結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し。同士討ちをするようになり、敗れるのです。この地震は第六の封印の地震と思われ。裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。たえっ、ー、と、このロシアの予言に関してはね、まあ、あの時間がないので、説明しませんけれども。 あまりにも見事にその予言が成就、えー、したのを見ても恐ろしくなるぐらいでしたね。そして、えー、っとこの予言では何を言ってるのかっていうとてこれは黙示録の時代7年間の間で前半と後半に分かれますが前半の時ですねここで、えー、っとロシアが出てくると。 こういういいに書いてありますで出てくる理由は経済的な理由ですね。で今あのロシアは経済的に追い込まれ始めてるんですね。すごくもっとひどい状況になります。そして、えっと、積極的に出てくるんじゃなくて、もう出ざるをえなくなって、顎に鍵をつけられ出てくるとこう書いてありますか。ということは出たくないんだけどもう出ざるをえなくなって、しょうがなくなって出てくると。こういうような形ですね。そしてイランとかリビアとかエチオピアとか、えっと、そういう国々と。 同盟を結んで出てくると、こういうふうに書いてあるんですね。ですから、えー、っと同盟国もわかりますね、えー。そしてですね、ちょっとそれら、そのよう国々ちょっと危険な国ですよね。あの具体的にはね。えー、それが、えー、っと中東和平の後、発火するというかた形になります。非常に大きな絶唱になるということがね。述べられているので、えー、っと目視力を見ながら。 世の動きを見てみますと大体どの辺に動いてきてるかってちょっと見当がつくのでね注意深く見つつあの見といていただきたいというふうに思います。それとともにですね最近「リ利イアが始まった」っていう言葉が与えられて以降ですねいろんな教会に人が集まってね来られるようになってきたんですね。で人が来られた当初はまあ信じられないことですけど来た人に対してね 間違って入ってきたと思った教会がたくさん多くてどこをお探しですかとかなんか言ってですね <laughs> 横起きちゃいけないんですかとかね <laughs> そういう人がこう山ほど出ましたけど今はもうそういう形じゃないですよねそしたら今いろんな方々が神様を信じるというね動きにも入ってきています、えー、と先週もね2人ほどえっと救われたんですけど一人はえっとなんか祈っている時に 精霊様は望まねたんですねすごく強く働かれてぐーっと倒れ始められたんでねあこれは精霊様は強く働いておられるなということでもうすぐちょっと聞きましたね「イエス様信じますか?ね」ってね「信じます」ということであの信じられたんですね本当に喜んで帰っていかれましたそうしたら病気も治っちゃってあの神様ね素晴らしい技が起こりました感謝したいと思います。 そうしましたそのたの、えー、との集会の時に音楽関係の方も来られてたんですねでちょっと霊的なこともやってる方だったんですがお話の途中でちょっと聞いたんですね「信じますか?」って言ったら「えー、と信じます」ということで、えー、その方も、えー、と救われました感謝したいとこういうふうに思います。伝、え、道、ー、する時に一つの 秘訣があるんで余計なこと言わなない <laughs> <laughs> だから余計なことを言わないっていうのは何かっていうとえ私はねこう,こうしてるんですね。もうちゃんと聞くんですね。あの今信じることができますけど信じますかって聞くんですね。そうするとあのもうそのつもりの方は何人もいらっしゃるから信じるっていう方はね信じないっていう方はねまあ後の日へ。 必要なこととを説明して後のででいいと思うんですが信じるっていう方に関しては基本的なことはねちゃんと確認してもらってえと私たちが罪人であることは分かりますよねってね確認してもらうんですね。で十字架によって罪が許されたっていうことが教えの中心ですがこれは信じますかっていうことを聞いて信じますって言われたらすぐ共に祈るということですね。よくあの見てますとなんか言い訳ががましくですね あのなんかいろんなことを言い始める人がいるんですね。それはね物事を混乱させますからですね。であの質問があるなら質問がある時に聞いてやっていただきたいとこういうふうに思うんですね。それでえっとちょっと救いの言葉柄に関してはえっと救いの流れがちょっと来始めてるなっていうふうに感じるんですよね。でちょっと言われたのはえっとね救いのノートを作ること。かつて作ってた途中で作ってなかったんですけど。 そして、えー、とノートを作って、えー、その人たちのために祈るということですねもちろんあの救いのために皆さんも祈ってるでしょうし私も祈っていますけど明確な形になった時により明確にポイントをついて祈ることができるのでですから、えー、と皆さんが、えー、と救いのノートをね作られて祈れることをお勧めします、まあ、親族なんて皆さんしか祈れない人もいるかもしれないので、えー、そしてですね やっぱり何が一番大きな救いにポイントになるかっていうと祈ることなのでどうぞ皆さんねえっと救いのノートをご自分なりに作って祈ることをおすすめします。それとともにですね先週なんか神様の特別な技とかなんか受けた人ちょっと手を挙げてみてください。あれこの間いっぱいいたのに今週は少なかったね、あのいろんな働きを受け,あの受けますのでねどうぞあの 賞を崇めていいいたただきたいとこううう私もね喜んだことがあって何を喜んだのかって言いますとね歯医者行ったんですよね歯医者意見が明確だったからねそれでね、えー、ちょっと無理かなと思ったんですがちょっとねお祈りしたんですね歯医者は待たないで診察を受けることができるように、ね、そしてね全部やって10分で帰れるように。ね <laughs> いやもうこれはね無理かなと思ったんだけどやっぱりね私そうしたかったからそう言ったんですねそして入、はいはい、ってね誰もいなかったんですけど、まあ、誰か中にいるんだろうと思って座ったらすぐ中入ってくださいって言われて誰もいなかったんですよねそしてね診察を受けてそれから治療を受けてで出てきたら早く出てきたなと思ったら10分で出てきたんですね 感謝したいとこういうふうに思います。えっとまたあの皆さんにねえっと祈りのノートをね作ることをおすすめします。そうしますとねえ何が問題になるかというと祈りが答えられたときにその答えられた祈りがね記憶から消えちゃうんですよね。とかノートにはっきり書かれているとね明確なものとして出てくるとなるとその時にこう私たちの祈りの 意識とか祈りの応えられるその神様の技とかそういうことがしっかりとこの中にきますのでねですからねどうぞあの皆さんね祈りのノート救いのために祈るとともに祈りのノート作られることをねおすすめします。またたた同時時にににそうした時にえとどんんなにたくさんのね えと祈りの答えを神様がなしてくださってるかってことをね見るということをねどうぞ覚えておいてくださいえとそれとともにですねえと,いろんなところにえと主のじゃあ何かっていうと三重協会で一般書店にくも虹入れてるんでしてね持ってって持って帰るとねそしたらですね えとそのお店の方がそんな意識してないと思ったらえ行ったら「くも字が売れましたよ!」ってね「<laughs> 一冊 <laughs>」で出てきたんですってねだからすごく意識してるなっていうのは分かったっていうこととくも字が売れて感謝したっていうことですけど感謝したいというふうに思います <laughs> まあ一般書店だからね一冊 <laughs> そしたらえっと 書店に行ってですね一般書店に地球世界の終わりがあったんですってそれがバーンと飛び込んできてねそこで買ったか外あのクリシャン書店に行ったかあったか分かりませんがそこで買ったっていう人もあって、えー、っと結構いろんなところでね1冊ですけどポツポツと神様がね売れているってことを思います。それとともにですねあるあの中部の有名な先生が亡くなったんですね。 えー、昇天されてねだったんですけど、えっ、ー、とその方はえっ、ー、と書店の方が言っておられたんですねあ。主の十字架の本が出ると必ず買っていくとですね、えー。全くそういう系統の人ではないんですが、ですから、えー、いろんなところでねえっ、ー、と本が持ちられていってるっていうことをねちょっとね見ております。感謝したいというふうに思います。 えとそれとともにですね、の主の働きっていうのを感じたんですが、四日市の高校生がですね、クラブ活動したいと思ってね、先生、そのクラブはえと土日は休みなんですって、そしてね、学校に入ってクラブに入ろうとしたら、河野先生が勝ったのかな、そしてね、土日は休みじゃないんで,ですね。 クラブに入れないってことでね入れなかったそうですね。それが担任になってちょっとかなり厳しい思いをしたようですね。そして3年になってこれはいい先生だったんでよかったんですけどえー、っとでその時にですねあの学園祭かなんかのリハーサルの時かな、えー、っと誰か歌えるのいないかって言った時に その人が示されたんですってそののの四日市の女の子ねでもねや嫌だと思ってあの歌わないって言ったんだ先生がね歌いなさいって言うんですって嫌だと思って歌わないってっ歌いなさいって言うんですってそしてね結局歌わない感じになったんだけどそしたらね最後の最後になんか歌うように示されたんですってそれでえっともし見心だったら先生がもう一回最後に 私のところに来て言ってくださいって言ったら先生が最後に来て言ったんですって歌いなさいってねそしたらねえっ、ー、とそのリハーサルかなんかで歌ったんですってそしたら精霊が働いちゃってえっ、ー、と輝く光の中歌ったんですそしたらですねそのえっ、ー、とちょっと嫌がらせした先生それがね号泣してたっていうことに言ってそしてえー と学園祭でう歌うことになったのかな、えー、ちょっとね感謝したいとこういうふうに思います <laughs> まあそういうのでいっぱいあっていろいろあの神様がいろんなところで主のね祝福を表しているってことを感じますでえー、っとね主を称えつついきたいと思います感謝します <laughs> えっとそれで聖書の方に入っていきたいと思うんですが えと今読んだところはえと私たちが愛しなさいという内容のところなんですねでところはこの愛しなさいという内容の後ろに神の愛があるわけですね御霊の愛によって御霊の働きによって愛しなさいであって実は神の愛というのがあってそ,れその愛がポイントとなって愛しなさいということを言っているわけですねそしてその中でえっと一つ言っているのは えっと人の下悪を思わず思わずとこういうふうに書いたんですねそれでえっとクリスチャンはどういう存在かっていいますとえっとね愛されているものなんですねクリスチャンほど愛されているものはいませんだからえっと私は誰よりも皆さんの誰よりも愛されてますが 皆さんの一人一人も皆さんの誰よりも愛されているということをね覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますそしてですねその愛されている時にで私たちは罪人なんですよね罪人だけどそのいろんな失敗とか問題が私たちにこう許されてきてるわけですけども失敗問題ない人はいないんですね でその全てを知っていて愛してくださっていると思わずって書いてありますよね。しかしここにこう書いてあるんですね。何と書いてあるのかというと不正をを喜喜ばずに真理を喜びますと書いてあるんです,、ね、ですから、えー、と私たちの悪に対してそのまま許すってことじゃないんですね。それは罰せられないといけないわけです。 でこの時にですねイエス様の十字架のことがそこで出てくるのですねそれは何かっていうとその罰に関して一度も罪を犯さなかった神様神のお一人を神であり一人であるイエス・キリストにその罰をしたんですだから私の罰はイエス・キリストが代わりに受けてくださり そして私の罪の裁きはイエスキー人が代わりに受けて下さったんですね。ですから皆さんの罪の罰はイエスキー人が受けてくださり皆さんの裁きはイエスキー人が受けてくださったのです。だから私たちはですね十字架を通してその神の愛のねあの全てを受け取ることができます。そしてこの神の愛に関して言った時に えっと、決定的な罪を犯した人たちが何も出てくるわけですねダビデとかモーセとかモーセは殺人ですよねえっとそれからマナスなんてすごいもんですよねところがねこの決定的な罪が全て癒されてるあの許されてるってことが聖書に出てくるわけですよだからあの神様意図的にやってると思いますね私はねそれは何かというとね あんまり罪を犯さなかった人もいると思うんですよ比較的にねでもあれ比較的にものすごい罪を犯した人だったちじゃないですかところがね最高の恵みを受けて最高の祝福を受けてるんですねまああの許されない罪っていうのがあってそれが何かっていうね、えー、このいろんな議論がされているのはまあ二つずつに考えないのは それは何かというとイエス様の十字架を信じない罪これは許されない罪、まあ、これだとま,まさにその通りですよねもう一つの説として神の働きを知っているのにそれをサタンの働きで言ったと精霊を啓す罪ですよねこれだから神の働きを知っているのにサタンの働きは絶対言わない、ねまあ、これも説なんですけどね、まあ、その二つのうちどちらかでしょう、まあ、皆さんはそういう罪の中にないと いう,ふうに感じますが、えー、その中で何かっていうとね最高の恵みを与えられるということです。最高の祝福が与えられるということです。ですからどうぞ皆さんね、えー、皆さんは愛されており皆さんほど愛されてる人はいません最善の祝福を受けようとしてる人はいないのですねで最高の祝福を受ける。ね、ですから皆さんね えっと最高の祝福をね、えー、っと求めていただきたいとこういうふうに思うんですね。しかしね、えっとここに一つ上限がかかってるのが見えるんですね。それは何かというとね、許しなさいという条件なんでだから私たちが許されたんだから許しなさい。 という条件ですね。そしてですね。えっ、ー、と、許す場合に。二つポイントが出てきますよね。それはどういうポイントが出てくるのかというと。自分。えっ、ー、とね、自分を許さ、捨てない人って結構いるんですよね。 それは何で自分を許さないのかっていうと理想的に来てるわけじゃないでしょう誰もねえ要するにこうこうありたいという,いうことを願うけどこう会いたいわけじゃないわけですよね失敗があるとねそしてえ場合によっては人生から見ると決定的な失敗を犯した人もいるかもしれないですよねそうするとね皆さんね 自分を許さないっていう人が出てくるんです、まである方々はどういうことになるかっていうと潜在意識に入っちゃってそれがね入ってくるとね皆さんねどういうことになるかっていうといいですか許しを信仰を持って受け取るときに平安が来るんですで安易で見なされてくるんですねところが皆さんね不安とか 恐れとか愛された感情的な恵みっていうのは失われていっちゃうんですよね。そしてですね信仰に大きな問題が起こってきます。でまず、えー、と自分を許さないといけないと,ということですね。これはね、えー、と重要なことです。なぜ重要なのかで神が許しておられる それを受け取ると,それともう一つはですね何が起こるのかって言いますと神の恵みの教えなんですよね。で神の恵みの教えであどうなってるかって言いますと全てを感謝しなさいでしょ。そうするとね問題困難があるときにこれは気になる。また失敗とか。 どうしてこんなことが起こってしまったんだろうっていうことが受け取れない我々ではあるんですがそれが疫になるっていうことが聖書に書いてあるわけです。ですから無理やりマイナス的なことが起こって大変なことが起こって許されたんだけどでも自分を許そうってそういうことじゃなくてこれは疫になってますよ。 死を愛する者のためには全てが働いて「駅」となるってこう書いたんですよね。そうしますとね問題とか困難が「駅」になりますよ。そうなりますとね神様が許したから許すんだけどしかし問題困難自体がマイナスではなく決定的なマイナスでもなく人生を破壊するものでもなく「駅」になるということが。 分かるわけですねで皆さんねそれを受け取るということが必要です。具体的にねそれを受け取るということが必要なんですね。だからちょっとやってみましょうかねお祈りでねはいじゃあみんなに声を合わせて、えー、お祈りしたいと思いますね。えー、私ののにについいてて祈ってくださいまず最初にねあの 天のお父様、私は許されています。天のお父様、私は許されています。天の,天のお父様、私は愛されています。天のお父様、私のすべての罪は許されています。天のお父様、私のすべての罪は許されています。天の様 私の問題困難は,てはとなっていますべ、はい、て益となっています。天皇お父様私の問題困難は最高のものとして作られました。私ほど愛されているものはいません。あなたは私をこの最善なものとして大事にしてくださっています。 あなたは私を愛してくださり、そして巫女の命さえ与えてくださり、最高のものを与えてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。えっと、それとともにですね、えっと、人を愛せよ。 って書いてあるんですよね。でこれは私たちの許しと大きな関係があるってことを、ね、見るわけですね。で人を愛する理由は、えっと、2つあってそれはあの聖書的に言えば、えっと、我々は愛されてるから愛しなさい。ねえーっとまあ、はっきり言えば我々が許されてるから許しなさいですよね。 そしししててて許しのレベルに関して言ってるわけですね例えば我々が1,000万円の借金を棒引きしてもらったから1,000円ぐらい許しなさいってこ,こういう表現ですよね。だから一つ比較してるわけですね。我々が受けた害と私が神様に与えた害とレベルが違う。そんだけのものが許されているんだぞ。だから許されているんだから許しなさいってことが一つ言い方ですよね。 ちょっともう一つは何かっていうと感謝の祈りと御言葉ですよね。それは何かっていうと私たちにとって害になったことあるいはまあ自分の失敗かもしれないしあるいは何か害を受けたことかもしれないけどこれがね疫になってくるとそしてですね主に従うと全ては益となるから許しなさい。 そうするとね、えー、と許さないということが何の問題だか分かってくるわけですね。何の問題かというとね、っ、えー、と我々の罪の問題なんですけども、信仰の問題である、不信仰の問題である、これが起こってくるんですね。えー、と今回、えーと、ある方が、ね、体が悪くてね、えー、と祈ったんですね。 行ったときにねで来たんですよね父親を憎んでいるこれが原因であるねで。ちょっと言いましたそしたら、ね、まさにその通りだったんですねどうしてそういうことが起こってくるのかと私たちは許されてるんだけど私たちが許しているときには許された恵みを私たちに見せるんですが 私たちが許してない時には、その恵みがとどまるんですよね。だから、えっとどういうことが起こってくるのかというと、私たちの心理的ないろんな問題が起こってくると、これが起こってくるわけですね。だから私たちが許すっていうね、神様は許してくださったから、まあ、これを受け取って,ってるわけなんですが、同時にね許せって言ってるわけですね。 色瀬っていうのは清めの大きなポイントで重要なポイントでもありますが実は、えー、私たちが解放されるためにもねあの非常に大きな意味合いがあるわけですねもちろん、えー、そうしましたら昨日ねちょっと全部見てたわけじゃないんですがテレビで、えー、っと犯人のなんか女の子を何人も殺した、えー、犯人のドキュメンタリーみたいなやつちょっとやってましたよね。 ででねねちょっっとといなと思ったんです、ね、何かというとねお父さんを許せなかったお父さんを憎んでた、まあ、それがどの程度彼の犯罪にかかっていたか分かりませんが私はですねかなり彼の心理とか行動に問題が起こったというふうに思います具体的にねでそうしますとね 何かと言いますと私たちは許されてるんですよね。もう罪は認められないのです。しかしね許さないと実はねその恵みのすべてを受けることはできないということが起こってくるということなんですね。ですからその基本はまず自分を許すということなんですがそれとともにね人を許すということですね。 そしたら、えー、ある本を読んでたら、えー、面白いことを書いてありました「えー、ガラティアの六章一節は」は、えー、こういう見言葉だって言うんですって何かっていうと教会を裏切り教会を中傷し教会に分裂を及ぼしそして、えー、出てった人たちを受け入れる見言葉だって言うんですって。 どう,どう書いてあるかっていうとこう書いてあるんですね「ガラティア書の6の1」ねえーっとね えー、兄弟たちがもし誰かが過ちに立ったなら見たまの人であるあなたとは柔和な心でその人を正してあげなさいまた自分自身も誘惑に落ちらないように気をつけなさいと、まあ、そういう意味があるというふうにこう言ってたそうですね、まあ、これも一つの許しですよねだから、えー、と許しっていうのは神の愛が私たちのうちに満たされるために重要な意味や そしてね、許る場合に、お父さんってポイントになってるみたいですね、一つ。お父さんに引っかかってる人結構多いって聞きます。あの具体的にね。で、私のお父さんはどうだったのかっていうと、なんかお母さんとの関係はあんま強くなくて、お母さんはだいぶ不安があるようですけど、私個人に言えばあの、家を父親だったので、そういうことはなかったので、でそういう面での、 困難を通る必要はなかったんですが皆さんの中でそういう困難を取っている方もいらっしゃるかもしれませんよね。具体的にね。で近ければ近いほど受け入れられないということはよく起こることですよね。それね許す許すこれは実はね神の愛が私たちのうちに成就するために非常に重要なものですよね。 それでねえともうあの初めからすごくお父さんを愛してねそういう人もいると思いますけどもねみんなで声を合わせてねちょっと宣言しましょうかねえ私の後について祈ってください天皇お父様私はお父さんを許しますお父さんとの間の行き違いお父さんとの間の行き違い お父さんが私になした罪お父さんとの間に起こった傷すべてを許しますまた感謝しますお父さんを与えてくださってありがとうございました許されたすべてのことを感謝します あなたは最高のお父さんを私に与えてくださいましたあなたはお父さんという恵みを通して私のうちに祝福を与えてくださいましたお父さんを感謝しますお父さんを愛しますお父さんを賛美しますイエス様の名前によってお祈りします アーメンどうぞお待ちくださいハレルヤハレルヤハレルヤ 願わくは主イエスキリストの恵み信なる神の愛精霊の親しき交わいが私たちと共に常しえにありますようにアメンどうぞお座りくださいはい、報告をいたしますイスラリチームが使わされますはい、皆さん持ち込んでください J ・ゴスペルは今週の土曜日あります。はい協会コンサート12月24日、そのオーディションが来週の日曜日に行います。九州政会を行いますのでお祈りください。あと川崎・富士・豊橋政会ですね。はいいお願いしますアメリカチームはロス、えー、ニューヨーク・デンバーチームが行きますのでお祈りください。 感謝の選手祈祷会が4時20分よりあとはいつもとおりです報告をお願いします伝道部からのお知らせです今週の土曜日癒しの集いがございます6時半から教会堂でございます、えー、個人的にもお祈りの時をお持ちいたしますのでぜひ多くの方々お誘い合わせの上お越しくださいお待ちしております ザビジョンからのお知らせです。10月14日こと今週の土曜日ですけれども、池袋西口公園野外ステージで11時半から4時まで池袋 J ・ゴスペルフェス2017を行います。121部が参加しますけれども、たくさんの人たちを連れて来てください。よろしくお願いいたします。え、新学校からです。 本日から2017年度後期の授業が始まります今日の夜の予言クラスから始まります前期とは違う時間帯の授業もありますので時間割をご確認の上、履修をお願いいたしますハレチニカーミュージックからのお知らせです風の響き第5週の歌集と CD の予約を受け付けております 通常よりお得となっております。予約の受付は10月21日までとなりますので、お早めにご予約ください。なお、課収は10月22日販売となります。よろしくお願いします。えー、課長会からお知らせします、えー。今日午後4時からですね、二丁目会館に行って課長会を行いたいと思いますので、お時間の取れる方はですね、集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 10月の30日の月曜日から11月の11日の土曜日までイスラエルにチームが使わされます。この派遣にはどなたでも参加できます。10月7日自体の飛行機代は21万6500円です。現実は代は人数によって違いますが、2052ドルから2217ドルの予定です。詳しいことは、政治から流れ出る水ミ道ミョンのホームページをご覧ください。 12月24日こちらの会場で年末コンサートを行いますけれども、そちらに向けたオーディションを今度の日曜日15日に行います。出演されたい方、今日の4時までにあのドアにあの貼ってあります申し込みの紙にご記入ください。よろしくお願いします。はい、それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。